はい、毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日は早稲田大学の国際教養学部で留学が必須になってるっていうふうなことがあるので、ちょっとこれどういうことなのかとか、なんでそもそも留学を必須にしてるのかとかですね、留学することの意味とか、そういったところをちょっとお話しできればなと思います。よろしくお願いします。で、早稲田大学の国際教養学部で、留学を必須にしてる、1年間留学を必須にしてるってことなんですけれども、これ多分今東京の私立とかでも、東京私立の高校ってもうほとんどそういうふうになっていて、要するにその1年間留学をするっていうのは義務付けられてる、ほぼ義務付けられてるような高校っていうのは、東京の私立の中では結構あると思うんですよね。で、なんだけれども、大学として、そういう形でやってるっていうのが、早稲田国際教養学部ですよっていうところで、その日本でこう英語を勉強しようと思ったら英語を勉強できると思うし、ある程度以上までこうその英語のレベルっていうのも高めることができると思うんですけど、じゃあなんでそのわざわざこう1年間海外にその高いお金をかけてこう留学をしてやっていかなきゃいけないんだっていうところですね。で、一つやっぱり考え方としてあるのは、海外に、これ1年間ではちょっと短いかもしれないけれども、ある程度の期間、そのいるっていうことによって、やっぱりこう、今まで自分がこう見たことがないようなものを見てですね。で、やっぱり私もこう、例えば仕事でフィリピンの英語学校に生徒さん連れてって紹介したりとかですね。あと、例えば韓国の英語の教材をこう輸入してきて、いろいろその自分たちの塾の教材の参考にしたりとか、いろんなことやるんですけど、あとアメリカとかイギリスの学校行きたいっていう方が多いので、アメリカとか、カナダとかオーストラリアとか行く機会があったら結構そういう大学見てくるとか、そういうことをしてるんですけれども、やっぱりこう行ってみないと分かんないことってものすごくあるんですよね。その、もちろん日本語で得られる情報っていうのはまずすごい少ないっていうのがあって、で、そうすると仕方がないから英語で検索をして、英語で検索すれば大抵のところっていうのは分かるんですけれども、実際に行って、で、話もしてみて、温度感掴んでみて、初めて分かることっていうのが結構ある。で、そういった中で、なるほど、こういう国なんだなとか、こういうふうにこう、やればいいんだなとかですね。そういうことを学んでいくっていうのはすごく大事で、それはやっぱりこう、現場現物っていうのを見ないと、実際にこう、自分でこう、意思決定をするときに、ものすごい間違えてしまうことってあるんですよね。で、例えばの話で言うと、私なんかやっぱり韓国に行って、で、実際に、その韓国で、タクシー運転手さんとか、やっぱりちょっと日本と比べると生活余裕なそう、タクシーも日本よりも安いんですよ。参入規制がないのでっていうような問題もあって、その、非常に韓国って経済成長してる。これ台湾とかもそうなんですけど、経済成長してるんだけれども、格差がある社会。で、一気に経済が成長したんで、いわゆる建物とかは、やっぱり日本の綺麗なんですよね。っていうようなところがあって、その見つつ、で、今度韓国から教材輸入したら、実は全部偽物だったことがあってですね。で、なんか、偽物を捕まされてしまってっていうところがあって、そういったものも、こう、まかり通ってしまうような部分が、やっぱりまだ社会の中であるっていうふうなところですよね。で、そういうのってやっぱ実際行ってみないとわかんないで、偽物だったんですけど、中身は全部本物と一緒でっていう形で、やっぱりすごく、こう、なんて言うんだろう。そこに関してもこれ偽物だろうなって分かったのは、実際韓国に行って本物もちゃんと仕入れてたんですよ。だから分かったんだけど、でもものすごいそっくりな偽物だったので、やっぱりそこが非常に私としてはおおっと思ったんですよね。で、やっぱりそういうところをしっかり考えていくっていうのが、これ話として非常に重要だなっていうふうに思いましたんで、やっぱりこう実際見てみて分かることってあるので、それを大事にしてやっていくのってすごい大事だろうなと思います。